もの投資チャンネルということで、今日はですね2023年5月30日なんですけど、まあ2023年ちょっと振り返って早いんですけど、ね、もう5月なんでちょっと冗談のことについて話したいなと思ってます。まあ、ちょっとテンション低めなんですけど、ここ最近冗談といえばビッグニュースだったのはエアーっていう映画が公開されまして、ついこないで見たんですよね。最初映画館で見ようとして、なんとですね、その頃が運気が良くなくてというか、なんかいろいろありまして、4月の最初の日曜日に映画を見ようと思ってですねチケット取ってたんですけど、なんとその日にですね携帯電話が充電できなくなって、携帯電話の電源が、いきなり切れて、で充電できないんですよ。で充電できないからそのまま映画館行くのやめてですね携帯を直しに行ったと。これ4月の頭ですね。まあ映画見れないなと思いながら、渋谷のですねちょうどジョーダンショップができてたんですよね。ワールドサイトのショップが表参道にできてて、たまたまジョーダンの映画 見れなかったからすごい行こうと思って行ったんですよね。行ってプラッと中を一周見て、すごい商品がねたくさんあって、また買いに来ようかなと思ってプラッと全体を見て出たら、なんか並んでて、もう 4,5 人ぐらいしか並んでなかったんで、それでこうふと見たらなんかゲリラ販売があると、なんかジョーダン方がね3種類ぐらいゲリラ販売があるっていうことで、白緑とかだったかな、ゲリラ販売やってますみたいな、これ並んだら買えるんですかって聞いて並んだんです。で並んで入ったら女性の店員に、いやあなたさっき買いましたよね、いや買ってないですと、絶対買ってないですと、いや買いましたと、で私が接客したと、いやいや買ってないですってっていう話をして、でそしたらカメラ見てきます。でまあ店長みたいな男の人カメラを見て、でカメラ見に行って帰ってきたら、あなたでしたって言われて、いや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 買ってないし、でしかもみんなの前で言われるから、いや絶対違いますと、絶対買ってないし僕じゃないですと。で今度はそうしたらレジの店員さんを呼んできて、あの人ですよねって僕指さされて、はいこの人ですって言われて、おいおいおいと思って、時間の冤罪とかってこうやって作られるんじゃないかなと思って、いやいやいや買ってないですって言って、まあ、結局ですね僕もちょっと名誉があるんで名誉があるっていうかまあ実際買ってないし何もしてないんでずっとごねたんですけど、まあ、結論ですね、店長さんみたいな人が出てきて、転売屋の人たくさんいてですね、変装とかしてくるから今回はですねお帰りくださいということで、引き下がるしかないなと思って帰ったんですけど、せっかくジョーダンショップできたのに初めて、僕ね今年ジョーダン一足も買ってないですよ。昔のジョーダン集めてたんであれなんですけど、それでちょっとねショックで見ていけねえなと思いながら、まあその後ね悔し涙を流しながらソーマンに電話をしてですね、こんなことがあってって言って、村川さん職業がですね、まあ、リサイクルショップなんで、お客様からね中古品買って販売してるっていうのもあるんでね、でそれとこれ一緒かなとか思いながらも、とりあえずちょっとそういうことがあったということでちょっとショックを受けてる、あの冗談村川でした。それでまあエア見れなかったんですけど、 Amazon プライムでですね、ね今やってるっていうことでエア見たんですよね。この間見ました、まあ、感動しました。まあ、あんまり詳しくは話しないですけど感動しましたね。やばい、ジョーダンあのもともとそのアディダス履いててっていうのでアディダスでっていう話はですね、まあ前々から知ってたんですけど、そういうね、まあ、細かなストーリーが、まあ、なんでアディダスからナイキになったのかっていう、まあ、あのソニーっていう、まあ、主人公ですけど、まあ、ミッチーが人を動かしたみたいな、感じなんですけど、本当ナイキの理念のね、ジャスト・ドゥ・イットみたいな感じでですね、いやーすごかったですよね、その熱意が、うん、やっぱ熱意が人を動かすっていうのはあるんだなっていうふうに思いましたね。まあ、あとお母さんがすごい、お母さんのビジネスマンですね。ナイキも1985年の時って1000億ぐらいだった企業がもう4兆円ってことでね、40倍以上になってるんで、その、まあ、礎を、まあ、作ったというかね、最初はあのやっぱりランニングメーカーでね、ある程度大きくなって、まあ、そこから、アディダス、コンバース、
の次みたいな感じだったんですけども、全然ナイキが世界トップのスニーカーの市場を取ってるんで、そこに至るまでにね、変革者いたんだなっていうことですごい感動しましたね。まあそうやってできたのがジョーダン1だったかな。これですね、まあ、白赤だったんですけど、まあ、ちょっとここにね、黒青しかなかったんで、ね、こう、はい、まあ、エアが3月の終わりぐらいに公開されて、同時期にですね、日本でジョーダンショップもできて、さらにジョーダンがね、1998年のプレーオフで履いた13、第2戦で履いた13が、4月の頭だったかな、3月の終わりぐらいだったかな、同時期にですね、なんと3億円で落札されるという、史上最高金額の3億円で落札されるということがありました。いやこれは本当衝撃的でですね、これ衝撃的なんですけど、あのボールボーイに渡したっていう、これ衝撃的金額なんですけど、まあ、ある一説によると、まあ、ナイキがプロモーションでやっぱりこう映画とかね、まあ、今ジョーダン1もボコボコ出てるんで、あくまで推測なんですけど、まあ、ナイキがテーマして買ったんじゃねんかみたいな噂もあるんですけど、それだけの金額つけて、まあ、広告にしたら安いもんですからね、ジョーダンの売れてる市場からすれば、その靴がね3億円で売れるっていう、まあ、ニュースにね、大々的にヤフーとかでも、上がってたんで、僕ねこれちょっとショックを受けまして何をショックを受けたかですね、僕13のプレーオフで履いた、違う試合で履いた靴持ってたんですよね、つい1年半ぐらい前まで。で過去にね、これ、ね、2021年の別冊スパなんですけど、ここにですね取材を受けた時に、はい、これですね、はい、わかります？当時2000年ぐらいですかね、30万円で買ってます、30万円で。それが300万ぐらいになったよと、俺300万ぐらいなんかなと思ってたんですよ、2、3年前は。まあセブンのオリンピックが1000万ぐらいだったんで、13だったらまあ300万ぐらいかなって言って、勝手にこうオープンザプライスしてるんですけど、なんと別の試合で入ったやつが3億円。2年ぐらい前、神話とオークション、まあ、銀座の神話さんにです頼まれて、あのスニーカーオークションやった時に出して、その時300万でね売れなかったんですよ。その後に中国かどこかの方から150万ぐらいだったら買いたいって言われて、まあ、結構悩んだんですけど、いいかなと思って、いいかなって、いやこれね本当そういうことあるんですよね。本名さんがね、売ったら負けだって言われるんですけど、売っちゃったんですよね。ちょうどあんまりねお金もなくてですねなんか売ってもいいかなと思って150万だったということでですね、これちょっと衝撃的な、ジョーダン高くなってるっていうことのニュースなんですけど、それでちょっと半分ショックを受けるということで、これ13で、ね、3億円で、こないだこれ5月30日に撮ってるんですけど、今週ねもっとすごいことがあって、ジョーダンのオリンピックのユニフォームが4億2200万で落札されたんですよ。セブンのオリンピックに来てたんですが、このフィギュアね、唯一今年買ったフィギュアと、あとねいろいろこのなんか靴じゃないものをちょっと譲ってもらったんですけど、これはオリンピックのドリームチーム、ドリームチームの時のこのジョーダンが着たユニフォームが4億2200万で落札されると、これはもう衝撃的な金額になってますよね。もうどこまで上がるんだっていうぐらい、それをちょっと今日は紹介したかったんですけど、もう僕ね今年本当にジョーダン買ってなくて、唯一ジョーダンでね買ったのが、さっき見せたこれとね一緒にね、これねおまけもらったんですけど、これもおまけもらったんですよ。これバルセロナオリンピックのドリームチームですね、ジョーダンが所属したドリームチームのコンバースのこれあのみんないろんな選手とか出たんですよね、ユーイングのもう加水分解がとんでもない加水分解してますけど、ユーイングこれおまけもらって、まあな何を譲ってもらったかっていうと、これはまあ加水分解してるからおまけにっていうことで、これなんですよ、これわかりますジョーダンのカード、これね2000年
初期ぐらいまでのものをコンプしてあるこうカードをこれ譲ってもらったんですよ。この冗談カードですよ、冗談カード。これ3つあるんですけど、まあ、今カードもすごい値上がりしてるんで、ポケモンはじめね、これ本当ちょっと唯一の希望として、全然カード分からなくて値段把握してないんですけど、ちょっと今年唯一手に入れたカード、はい、最後紹介して、またこれはこれでですね、ちょっと有識者というかよく知ってる人呼んで、ね、撮りたいと思ってるんで、はい、楽しみにしてください。2023年5月30日撮影の城田村川の山本俊チャンネルでした。では今後はね、いいことがあることを期待して城田村川として活動していきますんで、はい、応援の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録もしてね。じゃあねー。